道路などのインフラ整備や開発に伴う海苔弁の土壌が降雨によって浸食され、環境が破壊されます。特に大雨による土壌流出や土砂災害、河川の氾濫は大きな被害をもたらします。昨今の気象変動によって土壌保全はますます重要になっています。多機能フィルターは敷設することで土壌の浸食を防ぎ、緑化を促進させて環境復元を可能にします。多機能フィルターはポリエステル製の不織布で構成されており、軽く扱いやすい製品です。このように糊面に敷設して釘で固定するだけの作業で、重機や特殊な機材は必要ありません。多機能フィルターはウェブと呼ばれる 97% 以上の空撃率を持った不織布と補強ネットからなっていますので、植物の発芽生育や粘りを妨げません。多機能フィルターには土壌を守る優れた機能があります。降雨に対してはウェブ層が雨の衝撃を和らげるとともに、円滑な排水機能を発揮し土壌の流出を防ぎます。人工降雨実験では1時間に100ミリの降雨を2時間継続したところ、裸地では浸食が起きましたが多機能フィルターでは起きませんでした。乾燥に対してはウェブ層に土中の水分蒸発を抑える機能と保水機能があり、土中内の蒸散を抑制します。強風に対しては被覆効果で表面の砂や土が飛ぶことを防止します。寒冷地では土壌が凍るのを抑制し、発芽や発根を寒気から保護します。このように多機能フィルターは土壌表面を覆い、保護することで自然と調和し、環境を復元することができる画期的な技術なのです。一般財団法人土木研究センターによって、環境に対する安全性も確認されています。国内では道路の糊面、山や森の斜面、ダムや河川の堤防、災害復旧など様々な場面で使用されています。海外ではフィリピン、インドネシア、台湾などですでに実績があります。今後アジアを中心に世界各国に広げてまいります。当社は多機能フィルターを普及させ、世界中の環境復元に取り組んでいきたいと考えています。ぜひ私たちと一緒に取り組みましょう。